バルト三国、バルト三国は、バルト海の東岸、フィンランドの南に南北に並ぶ三つの国を指し、北から順に、エストニア、ラトビア、リトアニアである。三カ国ともに、北、大西洋条約機構、NATO、欧州連合、EU 及び経済協力開発機構、OECD の加盟国、通貨もユーロで、宣言協定加盟国である。歴史的に、 エストニアやラトビアは北ヨーロッパ諸国やドイツとリトアニアはポーランドとのつながりが深く、また三カ国はロシアとも深く関わってきた。バルト三国はロシアとロシアの飛び地に接している。エストニア人はフィン人と近縁の民族で、エストニア語はフィンランド語と同じウラル語族である。一方、ラトビア人とリトアニア人はバルト系民族、イ陰ー語族バルト語派の和者である。 リトアニアが独自の文化を築いてきたのに比べ、ラトビアはリボニアを基礎としていたため、民族の覚醒は19世紀に起こる。これら別個の文化を共通化、また自立化させたのは、中世以来政治的支配を行ってきた少数、民族のバルトドイツ人であった。バルト三国を構成する国々は一つにくくられて、語られがちではあるが、 近代までの三国は別々の歴史を歩んできている。近代まではドイツ語のエストラントという地名が主流であった。フィンランドと同じくフィンウゴル系民族である。バイキングに侵攻を受けた後は、ロシア人やデーン人の侵略を受ける。ドイツ騎士団に支配されたこともあるが、13世紀にデンマークが領有する。16世紀にリボニア戦争が起こると、その支配はスウェーデンに帰する。 エストニ公国。この時代は、スウェーデン・バルト帝国と呼ばれた。18世紀に起きた、大北方戦争の結果、ロシア帝国の支配下に入る。古くは、先住民族として、フィンウゴル系民族のリーブ人が居住していたため、リボニアと呼ばれた、ドイツ風に、リブラントとも言われる。13世紀に、ドイツ騎士団の一組織リボニア体験騎士団によって、征服される。 この騎士団は、上記を逸した侵略行為を行ったため、民族はほぼ浄化され、後発のバルト人に同化された。これ以降、リボニアは、ドイツ騎士団、リットアニア、ポーランド王国によって支配を受ける。16世紀、リボニア戦争の後にこの地は分断され、南部はクールラント公国となった。17世紀に、北部リボニアは、スウェーデン領となり、 バルト帝国の一州となった。この地も大北方戦争やポーランド分割の後、18世紀に南北ともロシア帝国に帰することとなった。中世にリトアニア大公国として栄える。もともとはヒキリスト教国家だったため、北方十字軍であるドイツ騎士団との交想が繰り返された。しかしリトアニアはコサックの地であるウクライナ、ポドリアの領有に成功する。 1386年、ドイツ騎士団の侵略に耐えかねたリトアニアは、キリスト教を受け入れ、ポーランド王国と同盟を組む。これが、いわゆるポーランド・リトアニア連合である。リトアニア人は1430年まで自立していたが、以降ポーランドとの同訓連合となり、リトアニアのすべての貴族階級は、ポーランド文化に同化した。そして1569年のルブリン号道によって、 ポーランド・リトアニア共和国という政治的統一体が誕生するとリトアニアはその構成国の一つとなった。以降のリトアニアはポーランドと運命を共にする。1795年第3次ポーランド分割によってポーランド・リトアニア連合が消滅した際、現在のリトアニアの大半の地域はロシア帝国に編入された。三国ともロシア帝国に支配されていたが、 ロシア革命の後、1918年に三国とも独立を達成した。しかし、第二次世界大戦中の独祖不可侵条約における秘密議定書を発端として、ソ連とドイツによる量が続いた。1940年にソビエト連邦に並行され、ソビエト連邦構成共和国である、エストニアラトビアリトアニアの核、ソビエト社会主義共和国として、 連邦政府の強い統制下に置かれた1941年に始まった独ソ戦によりこの地域はナチスドイツの支配を受けたが1944年から1945年にかけて再びソ連に占領された。戦後、ソ連は自らが得た戦前の旧ポーランド用の一部をリトアニアに編入し、現在に至るバルト三国の国境線が確定した。 1980年代後半、ソ連国内でペレストロイカが進展すると独立回復運動が高まり、1990年3月11日に独立を宣言したリトアニア共和国では1991年1月にソ連軍との衝突列車が発生した地の日日事件。その後、ソ連8月クーデター後の8月20日に揃って再独立を実現させ、 同年12月のソ連崩壊へ大きな影響を与えた。1991年には北欧理事会の情報事務所がバルト三国に開設されたほか、エストニア、リトアニア、ラトビアのバルト三国は北欧理事会への加盟希望を表明している。1992年にバルト海諸国理事会が設立されると三国共に加盟。理事会は 北ヨーロッパとバルト海周辺に位置する諸国による国際的な地域組織として設立、運営され、欧州連合も加盟した。独立後は、おおむね三国が共同補聴をとって新米、親西欧の経済、外交政策を展開し、2004年3月29日に三国、揃って北、大西洋条約機構、NATO へ加盟した。同年5月1日には、 やはり三国揃って欧州連合 EU へ加盟した。同日に揃って宣言協定に調印した。2005年にウラジーミル・プーチン大統領はバルト三国併合を悲劇と認めたものの新たな謝罪は拒んだ。同年の大国戦争60周年記念式典にはラトビア以外のエストニアのルイテリ大統領とトアニアのアダムクス大統領は出席を拒否した。 リトアニアの国会は、ナチスドイツのハリ十字と同様に、ソビエト連邦と共産主義の表彰、ソビエト連邦の国旗と国章である、カマとつソビエト連邦の国家を禁止する法案を可決し、エストニアではソ連軍兵士の銅像を撤去することで、ロシア系住民の暴動が起きている。2007年12月21日に、宣言協定を揃って施行し、 宣言権に組み込まれた。2007年以後はエストニアが2008年以後はリトアニアとラトビアがそれぞれナチスドイツのハリ十字とソビート連邦のカマと追を禁止している。バルト三国はソビート統治時代を暗黒時代とみなしている。一方、ベラルーシやウクライナ東部の親ロシア派支配地域はソビート連邦時代の戦勝記念を祝っている。 2011年1月1日にエストニアがクローンから2014年1月1日にラトビアガラッツから2015年1月1日にリトアニアがリタスから通貨をユーロに変更した。なお、3国の通貨が同じになるのは1992年にエストニアが1993年にラトビアリトアニアがそれぞれ国内でソビエトルーブルを使用しなくなって以来である。 2010年12月9日に、エストニアが2016年7月1日に、ラトビアが2018年7月5日に、リトアニアが OECD に加盟した。総人口が多い都市、バルト3国の基幹民族、エストニア人、ラトビア人、リトアニア人の人口が多い都市、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。